そういうことエクセルって技術技術っていって、うん、いろんなことやってるんだけど一番チェックす,すべきはヒューマンエラーなんだよ、うん、うっかりってこと、えー、それをチェックするための仕組み防止する予防するでそっから先が今度テクニックの話です、うん、技術の話悪気があったら困るな <laughs> えー、田中徹先生がみんなの悩みを華麗に解決する、うんえー、田中徹先生のエクセルテクニック始めたいと思います、うん、今日のテーマ、うん、ね勝手なことをさせないぞ、はい、させませんとだ。忘れましたキュールというのは勝手なことをさせないってやつねこのお話ちょっとねちょっとどういう話かってします、はいね、向こうの中国語はもういいやこれねあのこれよくある話なんだけどあの計算式入れてるところ あるじゃないですかで人に使ってもらうような表の時ってこの計算式をうっかり消しちゃう人がいるんですよってねあ<ー>そこで悩んでくる。そう お前ななななな本当ににんんんんででで消消消しししちちちゃゃゃうううのこれ逆に聞きたいでんないよわわかかけどだから消されちゃうとこんな簡単な式だったらいいけど長い式だと困るじゃないですか、うん、でどうするのっていうと保護をかけるっていうのをやるんですよよくこれもう25年前からよく言ってんのね消させないっていうふうにるのねはい、はい、で、えー、保護をかけるってどうやるのかっていうと、まあ、シートの保護ってこれやると全部使えなくなるのねセルがね、うん、でもそれじゃ困るじゃん今度、うん、この辺のところは手入力してもらいたいじゃん、はい だから手入力できるところはロックを外しておいてあげてこの状態で保護ってやるとこれねやっとねここは打てるの。 ここは打てるのでもここを直そうとするとダメよあこれ今ちょっとパスワードかけたんだけどね、はい、ダメよって言われるでこういう機能例えばこの辺を何かしようとするとダメですようん、うん、っていうのがあるのねでこの保護って昔からよく使われるんだけどちょっと見てわかるこれ画面をきくしようかうん、うん、この辺見てごらん貼り付けできないボールドできないみんなグレーアウトするのねそう<れ>保護するとねほとんど使えなくなるんですよ ちょっとと厄介なながあるかなとでねマクロで何かやる人もね、うん、本当に保護してるとねもすごい大変なのマクロで何か操作する前に一回保護を解除してマクロでバーってやってまた保護をかけるってことをしなきゃいけなくてマクロの難易度が上がるんですよなので僕は個人的に昔から保護ってててあんまやんんまやなない方がいいがよなんて話をしてたのねでもさっき見たくうっかり消しちゃう人いるのよって言って「うん、じゃあどうするの?」なんか田中さんいい方法ないかな?」なんて言われてあの要するに保護をしないで。うん 消させない方法ないかな、いつも言ってるんだけどね、その人に直接言った方がいいよって言ってるんだけど、でも、これね、ちょっといくつかご紹介したの、これ見て、全部使えるでしょ、この上のとこ。保護してないんですよ。で、じゃあ、ここのところを何か自分で変えようかな、なんか、うっかり、タオルさんがちょっと、じゃあいいや、っしゃった。っしゃった。じゃあ、例えばなんか、入れちゃった、入れちゃった、はい、いくよ、エンター押すよ、押すと、だめよ。 コピーの娘でくださーい、うん、叫ばれて<う>コラー最初のところ <laughs> コラ本当ですすごいですねなんかあのー、あれだよね柿を盗みに来た子供を怒る親父じじいのにコラーそ昔話すいません失礼しました。完璧な問題、ね、<laughs> みたいな、はい、みたいなうん、うん、こういう仕組みはどうですか今の入力規則ってやつなんだけどこんな仕組みはいかがですかっていうことでそれもいいですねただ言っとくよって僕はねご紹介しているだけだから言っとくよ分かってるからねこれの弱点は何かっていうと別なとこ入れたやつをこれコピーされ。 ちゃうとアウトなんです。これでポンってやると、今の出るコピーはもう表示されちゃうんですね。ね、は敵は自由ですから。<laughs> 敵はいろんなことやってきますから。こういうこともやってくるわけだ。<laughs> <え>これ田中さん <laughs> コピーされちゃったら、ね、これ出ないじゃないですか。そうだね。そうだね。よし、じゃあ、こんなのどうってあの一個作ってないだろうね。これ見、見てて、僕こっちの画面を見てると面白いよ。うん、なんか嫌でしょ。で、これを、コピーする。もちろん手でやってもダメなんだけど、コピーしようとするといい、いくよ。こうなります。え。 なんでこれ出てこない?。もうここ,ここまで、ここまで出せば。笑っちゃうだろう。ここまで出せば、さすがにうっかりとは言わせないよ。いや、これ火事ですみたいな感じ。もう、もう。もうなんなら、音鳴らそうかなと思ったぐらいで、ふう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 みたいな。いやー、怖いドキッとしました。これやられたら、さすがに。はい 10点え、さすがにもう本当ごめんなさいって感じで。だよね。これで、これでもし保存されたら、うん、お前何やってんだよって。ごめ <laughs> じゃ分わかんないじゃん。はい、っていうような。ちなみにこれはね、条件付き組織っていうのを設定します。えー、っと、これの。あ、もちろんもちろんう、ねあの。うん。えっとね、こういうようなね。で、これね、 Excel 2013から追加されたんだけどフォーミュラテキストっていってセルの中に入っている計算式を調べるって感じなんだけど計算式がないとだから今みたいにね消しちゃったり数字にするとエラーになるのよそれ判定してもう書式もこういう書式もうね数字だろうがプラスだろうがマイナスだろうが何だろうがこれを出すっていうねそういう書式を設定してねあのもうエマージェンシー的にいや面白いですねこれこれいいでしょこれでしょね こう、ね、やられたらやったら本当謝るというかこれでさこれでさ「いうっかりやっちゃいました」バカ野郎って話るじね、えー、うっかりじゃないですからねもうこれでお前気づかねえわけねえだろうってうね, <laughs> <笑><笑>ねはい、はい、なんですよね、うん、この時にその、ね、こ,れこれ条件付き組織ってやつなんだけどさっきのさ「コラー」ってやつあったじゃん、うん、あれはそうあれは入力規則ってやつなんだけどあ結構その条件付き組織や入力規則でこうやって遊んでみるのもいいんじゃないのかなと思って。うんうん でまあ、ただ遊ぶだけじゃなくてね少しあの、まあ、実用性のあるこんなことできるんだよっていうのをああじゃあこんなことできるよなあんなことできるよなって考えてたらいっぱい出てきたんであのちょっと今日はそれをご紹介しようかなと思います。<laughs> はい、えっとちょっと待ってね見えるようにね、まあ、ちなみにだけどさっきほら計算式が入っているところに何、えー、かね数字入れると「こらあ」真っ赤かになるってね <laughs> あるいは「こらってやったでしょ逆もできるのよ。 ここに例えば数字を入れておきますと数字だったら入りますよとここで計算式をこうやって入れようとするとまあまあどこでもいいけどねそうするとダメだよねやめてください前にも言いましたよね前にも言ったよねこれね計算式入れんだこれ逆もできるのね計算式入れるとかねなんてことができますよあるいはこれはね標準機能とか普通のでできるんだけど何文字までしか入れさせない例えば 1> 1, 2, は入るよと、うん、でもう例えば、まあね、何でもいいけど4文字入れをすると、はいね、こらこら,こ,ら,こ,ら、ね、ここには3文字回しか入力できませんよ <laughs> これはねもう簡単簡単これ誰でもできるやつだ、ねえー、ううよね。 さ、1文字以上3文字までだよと。うん、マックスとミニマックス。ね、そ,うそうそうそう。これをここで選べばいいんだけど。でね、これでいろんなのできるんだ。文字列の長さでできるんだけど、これからご紹介するやつ。まあ、さっきのテキストフォーラムもそうなんだけど、一番下のこれ。ユーザー設定。これ全部見せるからね。今日僕がやってるやつね。で、これやると、まあ、面白いことができますよっていうのをたくさんお見せしましょう。えー、時間の許す限り見せてくからね。いっぱいあるんですね。えー、うん。例えばこれ。 日付を入力するところなんだけど土日の日の付は入れさせないってい。<laughs> 例えば17日これいいよね、まあはい、これ今日だよね。はははいはい、はい。でじゃあこれね月曜日もいいよね、はい、でも15日は確定申告の日ねこれねこれは日曜日だったでしょ。これ入れ入ようとすると。する こいつめ。ぶつよ、はい、ごいよ。物<も>どんどん激しくなってきます。だんだん。いや、ちょっとあのね、あの控えるんだけどね。<laughs> この後ね。この後ね, <laughs> この後ね。あでも土日はの日付は入れさせない。<laughs> いや、これ意外と今見てて、あこれはもしかして実務で助かるかもって思った人いるかもしれないよ。ね。ちなみにこれはこんな風にしてます。まあ、ね、こって反対してるだけだよ。テキスト関数を使って、まあ土曜日なのか、ね、日曜日なのか。 でそうでないってやってるだけなのねうん、うん、これはね、えー。なんていうことができるでこの日付関係でいうと、えー、他にもちょっと用意しましたこれね、うんあのー、開始日から終了日までっていうことで3日以内の日付しか入れさせないこれ1日からだからね2日は OK でね、えー、3日も OK でね4日も OK でねでここで5日って入れると。 お大人しかったでしょ <laughs> いきなりなんかちょっと下からになりました、ね、まああのじゃ考えを改めたんね <laughs> でねさっきさっきはすいません暴言を吐いて言って失礼いたしました,たうんやりすぎました私も丸くなりました大人です、えー、恐れ入りますが <laughs> あ期限は3日以内でお願いできますでしょうか <laughs> まあそういうことです <laughs> だ丁寧ねねはい <laughs> もうこんなのの、ね、簡簡単簡単あのー 算してるだけですから普通にただ問題はさっき言ったみたいくここを使うってやつだねこのユーザー設定ユーザー設定っていうとここに自分で計算式入れられるんですよでただこれ、ね、4日以内かどうかを判定しているだけっていうことねまだあるからね,まだ,ね,ねまだあるからねはいあのー、せするからねなんかメッセージ見たさになんか違うの入れたくなりますね、うん、あそうね <laughs> わざと <laughs> わざとわざとこれねあの 開始日、終了日行ったんじゃん。で、例えば、こっちを入れてから、こっちを入れると、まあまあ普通にいいですよ、と。ね、うん、いうことね。でも、先に終了日を入れようとすると、うん だから先に開始日の方を入れてくれっつったじゃないですかって <laughs> だからちょっと面白すぎます <laughs> あそう <laughs> みたいなね <laughs> このタイトルも結構考えたんだけどね <laughs> いやこれはすごいですまあまあでもこういうふうにねハマ <laughs> りますうんあのこっちが入ってないとここを入力できないようにするこれはさ何だろうなあのデータを入れてもらう時になんていうの例えば ID 番号と名前と住所みたいなのあるじゃないで必ずこれは、うん 忘れないでみたいなやつは最初に入れてくださいよなんていう時もあるじゃん言、はい、う時のためにあの。これが書かないと他のも入れられないん<う>ですね。 今見たくね。だからって言われちゃうから。だからさあさあね。ねまだまだあるからね。えー、しいこれはね、これはね、あの、この D 列のこの枠引いてあるとこなんだけど、あの、全部で3つしか入れさせないってやつやりました。例えばだよ。なんでもいいのなんでもいいの,なんでもいいの ?3 個入ってるね。4つ目入れようとすると、あの、すいません。あの、お願いなんですけども、あの、3つまでしかこれ入れられないんですよ。ね。これ。で、これね、何も連続してなくてもいいんですよ。こう、ね。こうでしょ。例えば、ポン。 飛んで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 ねよぶでもダメ回って回って回るー3つまでしか入れられないよ<笑><笑>これはで、ね、もう簡単この中に何個あるのかっていうのを調べてるだけなんですよあこれじゃないよ間違えたあ違う違ううっかりしたこっちらねこれこれね、えー、カウント A っていうので、まあ、この中が4以下だったらお OK ですよでちなみにさっきから出してるこいつ名とかメ,メッセージですそうここでやるのここでやるの、はいね、ここで設定をできるのでねそう やうん、意外とね、このエラーメッセージのここって、あの、なんだ、そういうテクニックというか、<laughs> ティップスっていうか、うんうん、結構あるとこであの、メッセージは出すけど、入れさせてあげるとかね、すごい優しいよね。<ー>ねここまでのやつはさ、はい、あのー、まあ、なかったんだよ。そうなのって話でしょでも、一応言っておいて。 あのさそれさ入れる本当マジ入れんのいやいいけど俺はやんない方がいいよって思うけど本当マジやるならいいよ入れてもっていうやつも出せるああ<ー>、うん、そこも設定できる,んです、ね、できるの。きてのあの停止じゃなくてね、うん、違うやつ情報っていうのをこれ選ぶとねそれができるのち,ちなみに言うと。はい、だから それさあやんな方がいいと思うよ俺っていいやるのやるの?」「まあじゃあいいよ」っていうのが情報にするとできるんですよ停止って何ですか停止停止じゃ停止が今ないですダメって注意っていうのは注意っていうのはこれこの要はアイコンの種類なのああそういうことですねまあもちろん当たり前だけど停止っていうのが一番厳しいよねストップってやつねで注意っていうのは危ない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 みたいなね デンジャーみたいなねあのここから入っちゃダメみたいなやつねで情報っていうのはまあお伝えしますよっていうふうにねっここで田中がお送りいたします的なそういうようなやつが情報って、はい、でこれ情報そうあるんだこれ意外と知らないんだけど情報にすると 入れられらるんですよ、うん、一応メッセージは出すけどなんていう風なちょっとここもね、あのー、そういうティップスがあるんだけどね、うんまあ、人によってね変えたりとか、はい、そうそうそう、うん、相手によって相手によって出すもの変えらんないんだけどね <laughs> うーんでこれあとねこれもね実務ではああそれっていう人いると思うよセル内開業ってあるんですよ 例えばだけど、これね、ポンポンポンで、はい、オルトエンターってやると、こうやって入れられるんだけど、はい、これね、やられちゃうと困るときあるんですよあ。この後関数やマクロで処理なんかするときにね。で、こうやってセル内会議を入れようとしようもんならば、ね、えー、っとですね、あのー、ずっと言ってるんですけれどもね、これはね、セル内会をって禁止されてるんですよ。すいません。我が社では。すいませんね。ってルールなもんだうちもね。うん、<laughs> みたいなね。うん。ね、そういう意じゃセル内会をさせない。 入れさせないないいんていうのができる、ね、まあこれも人によっては助かるかもしれないよね。あちなみにセルナイ業のやつはこんなこれ見せてどうするんだったんじゃないこっちだな設定の方ね。 え、まあこんな風に。これはちょっと難しいかもしれない。えー、っとね、書き方いろいろあるんだけど、このキャラクターカッコ10っていうのはこれがセル内開業なんですよ、これ実はね。うん、開業コード。キャラクターで。うん。あのも、文字。キャラクターってあれでよ、性格のことじゃないんだよ。<laughs> ね。いいキャラしてるよね、のキャラじゃないよ。え文字っていう意味。そう、文字っていう意味ね。で、まあ10番っていうアスキーコードのやつ。これが実はセル内開業で、ここで開業しろよっていう意味なのね。で、それがあるかどうかを探してるの、この中で。 今入れたやつの中であるかかどうかでないとエラーになるんでねエラーになったらエラートゥルーだったらああるんだなこの野郎入れやがったなっていうことであのすいませんけどって言ってるってこういうやつです。 ねはい、ええーまあ他にもあるからね,これ,でね、うん、これ見せてねはいセール内開業禁止でしょそれからもう一個やったなあそうよくさ名前とあ名字と名前の間に半角スペース入れてね的なのあるじゃないですかでそこで区別するんですよいいですか我が社はですねこの名簿のところは必ず名字と名前の間半角スペースを入れることにしてください必ずそうしてくださいって言ってもしスペース入れないやつがいようもんならばねっ下です <laughs> そんなのダメです半角スペース入れろっつったじゃないですか っていうようよなねうん、うん、これねあの半角スペースだから例えば全角のスペース入れると、うん、これも「ダメです却下です!<ー>」もうん入れろう」っつったじゃないですかみたいなねまあみたいなやつこれは実はねちょっとチェックが甘くて、はい、あのー、これね半角スペースがあるかどうか調べてるだ本当言うと末尾にあってもうこれすっとおっちゃう、えー、実はちょっとこれはね抜け道があるんだけどねどこから名前で名字かって分かんないですよねそうそうやってくんないと、うん、そうですよね、うん これ逆もある。全角スペースにしてっていう言うところもある。うん、僕はよく半角で入れるんだけどね。まあ、でもそういうふうに統一してくんないとなかなかこのデータがブレるとその後マクロとかいろいろ困るんでえこういうふうにやるのもできますよってやつね。うん、半角スペース必須ってやつね。で、これ面白いよ、これ。うん、ここに入力してもらうんだけど、例えば荒井さん、足立さん入るよね、うんはい。じゃあ田原さん入れてみようか。<laughs> ね。はい。 もうざけんなよ <laughs> いそんななよそ言われちゃったら <laughs> <あ>っ悲しいですね, <laughs> ねま「あ」ものもしまで始まるものしか入れられませんよ <laughs> っていうふうに設定しましたこれはね。 でまあこれどうやってるのかっていうとまあさっきのね、まあ、フォーネティックってやつを使って、えー、今入れられたやつの左一文字の,あの振り仮名が「あ」かどうかっていうのを判定したい。まあ使おうと思えばだよ。 ね、あだけじゃなくて、あ行だったら、あゆえをどれかだったらとかね、えー、家行だったら何だとか。まあ多分これ、いろんなのに応用できると思いますよ、うん、これはね。うん、なんていう,うにこれねあれ。でね、まあ、この手のね、いろんなのことができますよ、的なやつで、あ、もう、最後はもう、とっておきです。もう、もう、うん、もう、これ、もう、これは究極かなと思った。もう、そもそも何も入力させないってやつね。あの、あこれ、これ今これね、まあ、なんでもいいや。ね、はい。うん <laughs> <laughs> 戻ってきましたねここここもう何にも入れ,入れさせない「もう1」だろうが入んないよと「ね、スペース」だろうが入んないよと、うん、何にも入力させないっていうやつ、ねまあ、これはもうと単純に文字数調べてんだけどね、まあ、これはさっきのあれでもいけかなまあでもこういうようなうん、うん、ね。 結構いろんなことができるなーって思って面白い、うん、これは面白いんです、ね、あのー、まあ最後の方はねあでもこれ「あ」で始まるなんていうのはものによっては結構大事かもしれないあ応用すればね、うん、だから「あ」じゃなくいろいろ変えていくってことですねだからさ例えばさなんか会社の、うん、なんか品番とか何とか番号的なやつがあるじゃん,うん、うん、で必ずさ「A」で始まってなきゃいけないとか、うん、そこは。 それとかねなんか B で始まってなきゃいけないとかってあるじゃないですかそれをうっかり間違えないようにとりあえずその先頭一文字だけチェックしてあげたいっていう時にねあの A で始まってるかどうかっていうのをここで入力してチェックしてあげるとかねなんていうやつでまあ使えるかなと思いますよね半角スペース全角スペースまあこれもまあるっちゃあるかな気づかないですもんね気づきにくいからそうなんだよ分かりにくいんだよずっと悩んでたりしますもんねあるあるでねマクロや関数がここで止まったりするからねそうね セル内開業これもね喜ぶ人いると思うよ。これうっかりセル内開業されたら結構困るんでね。結構、うん、コメントにもありました。困りますという、ね。そうなんだよ。だから仕込んどくといい、うん、こういうのはね。でさっきみたく、えー、セル内開業されたら、け、うんしょけんしょけんしょけんしょってまあ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 、かかーみたいなね。<laughs> なんていうのもあるしね。はい、あ全部で三つしか入許さじゃない。これはちょっとあれかな。あのうんあんまり使わないかな。うん,うん。でまあか先に開始日を入力するよりもこっちの方が多いと思う。その期間。 例えばね、えー、リースとかやってる会社でさ、例えばさ、うっかり間違えちゃうと、日付を間違えたり、あ、日付とか月とか年を間違えちゃうと、例えばレンタル期間がいつからいつまでですよって、うっかり間違えたら5年後とかって、お前5年後はねえだろお前って、うん、みたいな時あるじゃん。 間違えちゃうと。何ヶ月後とか。みたいなチェックのために、ね、うちが使ってる製品で、えー、レンタルで、そんな1ヶ月後なんてありえないよって時は、例えばチェックの意味で、30日以上だったら、あの、もう一度確認してくださいって出すとかね。ちょっとこれ、ね、ちょっと真面目、真面目モードになりましたけどね。と <laughs> <laughs> いうふうに。まあ、これなんかは代償を比較してるだけだからね。お大きいかちっちゃいか見てるだけだから。はい、数字で。そう、こっちの方が、こっちより大きいかってことだけ見てるのね。あ、で、それが、あの4、四 以下なのかってことを見てるのねうん、うん、引き算してうう、うん、ただ引き算してるだけなのねはい、はい、だからこれも発想でいろいろだと思う例えば今月のデータが9月です、うん、今思いつきで言ったけど9月ですって言ってでこの中には10月の日付が入っちゃ困るんだよねみたいな時にはその期間がどのぐらいかなんてのを判定する点もあるとまあ多分実務では応用するといろいろあると思いますよ、うん、土日の日付は入力させないこれもねまあたまにはあるかなうん。うん 営業日以外は。そう、あのエクセルでね、よく日報とか月報とか打ってる人いるんだけど。で、要するに、うっかりミスなのよ、こういうのっていうのは。うん、で、あと、あれ、田村さん、たまにない、あれ、今日何日だっけ。<laughs> ありますね。<れ>見ないと分かんないです、ね。ああ、よかった。まあ、まあ、ね、まあ、僕も、たまにね、<laughs> あれ、今日何日だっけかなっ思って。 見りゃいいんだよ。うん、ね。もうさすが A 型はよく見るよね。俺 <laughs> なんか大型だから。大雑把な大型だから。か <laughs> あ、確か16だったよなって。違うよみたいな。はい、見たくさ。ね。それでうっかりここで間違えちゃうね、こんなのチェックすりゃいいんだけど、こういううっかりさんがいるからね。そういう時のためにちょっとなんか仕込んであげるなんていうのもいいんじゃないのかななんて思います。なんていうことでね、うん、まあこれが一番強烈だったかな。うん これはもう忘れれらないでねもうねやろうと思って全部のセルやっちゃおうかなと思って関係ないところまでですもヒューマンエラーを防ぐということでそういうこと素晴らしいいい単語出ましたね皆さんメモしたヒューマンエラーなんだよエクセルって技術技術って言っていろんなことやってるんでいわゆるバグだとかそういったプログラミング的な関数もそうねいいんだけど違うんだよ すべきはヒューーマンエラーなんだそうで、えー、それをチェックするための仕組みっていうのはなその入力規則っていうのはもちろんまさにそのためにあるのねあう間違えないようにねなんていうことねで、えー、この式を消すななんていうのはこれ条件付き書式まあこれは本来データの増減であったり割合であったりを色で表そうなんていう機能なんだけど、まあ、こんなふうに使うこともできるよねって。 これは教えてあげたんだけどね、うん、こんな風にやると面白いよっていうことでね、うん、まあでもそうヒューマンエラーをー防止する予防するっていうあたりねで、そこから先が今度テクニックの話技術の話、うん、そういうことですよまあうっかりミスでも結構重要なミスにつながる可能性もあるある 気づかないって時あるか悪気はそんななくても。悪気があったら困るな。そうそう悪気があったらそれこそコラーだよね。に。ざけんなよざけんなよだよね。そうですね。ねえ。まあでもそういうことですよ。ぜひね、皆さんね、あの、こう使ってもらおうかな、使っていただけるといいんじゃないのかな、なんて思ってますよ。はい。ありがとうございました。じゃあちょっとここで質問も。そうだね。ておりますので。たくさんあるでしょう。うん。どうかな。